失ったはずの過去は幾度となく亡霊のごとくよみがえる。そして現在という鏡はいかなる未来を映し出そうというのか。今抜くと出血が増すだけだ。え、いいのよいいのよトロン、私も王の父上のもとへ参ります。やだやだよ。ねえ早く助けてよ、お母様を助けてよ。王子様、おひよ。そうだ、ねえ回復魔法ができるんでしょ。え、さっきお母様が言ってたじゃない、スホルツエンドの王家の人なら使えるって。私お姫様なんでしょ、スホルツエンドの。だったらできるよね。私できない、そんなの。どうしてさ、どうしてできないの。どうしてって。ダメよドロン、困らせちゃ。でもお父様が言ってたわ。大はしゃぎで言っちゃったわい。よっぽど嬉しかったでしょうね、あなたに一人前に扱ってもらえるのが。わしはこれがあの子にとって良い旅になればと思っておる。そう、あれは泣き虫のくせに強がりばかりだ。だがそんなことはどうでもいい。ただわしらの子である限り失ってほしくないものが一つだけある。それは誇り高く生きること。良い騎士として、良いダルセーネの王としてな。母上、父上。フルート姫。はい。この十字架を大切にね。大丈夫、魔法は必ず使えるようになります。なぜならそれがスフォルツェンドの血筋、慈愛の宿命。慈愛。さあトロン、行きなさい。姫をしっかりお守りするのですよ。それがスフォルツェンドの守護国としての、そして良い騎士に、立派な王に。母上、やだやだよ。母上、母上、目を開けてよ。僕を見てよ。母上、母上、ねえ母上。トロン、そんなにしちゃ。
子様、敵が橋を渡ります。急ぐぞトロ、フルートも。やだやだよ、母上置いていくなんて。お母様、お母様、母上、ハーミル、ハーミル、ハーミル。おおよい、そこまでだ。さすがは明峰軍、見事な一国の鎮圧ですね。だがよ、後継者はどうした。えここはまず後継者が誰なのか分かっただけで十分だ。それどうした。もちろんピアノかバイオリン弾きのどちらか。うるせえ、そんなことは分かってるんだよ。静かにせんか、ドラム。それを今から教えてやろうというのだ。確かダルセーニョからスホルツェンドへ向かうにはフィーネの山を越えねばならぬはず。さようで。何、フィーネ。じゃあまさかあいつを使うのか。これはありがたき幸せ。大魔オーケストラ様の直命後継者探し、西の番にマウスピース目が必ず。お任せください。奴は入ったら二度と出ることはできない私のフィーネさんにやってきましたぞ。シーッ、その野郎、ケストラー様の尻尾みたいなつもりでよ、勝手なことばかり言いやがって。そいつが後継者が確かめるぐらいなら誰だって。あ、そうか、誰だっていいんだよな。相変わらずいい輝き。皆さんの出番ももうそろそろですかね。どうしたんです皆さん。ドラムよ、貴様はまだ早い。大丈夫らしい。追っ手が来る気配はない。じゃあ一休みして先の様子を見に行った兵隊さんたちを待ちましょう。ええ。何かしら。何の音だろう。まるで動物の心臓の音みたいな。おい、しっかりしろ、大丈夫か。ああ、それより早くトロン様たちにお知らせせねば。うん、どうやらわしらはあのフィーネさんに迷い込んでしまったらしいからな。くそ、この霧のせいだ。そうでなかったらなんでこんなところに。今さら言うな。うわ、
いらないよ。でも、うるさいな。ほっといてくれよ。偽物のお姫様なんかに助けてくれなかったくせに、母上を。何がスフォルツエンドのお姫様だ。治療魔法もできないくせして、何がお姫様だよ。何が慈愛の血筋だよ。こっちが一生懸命スフォルツエンドを守ってやっても、そっちは魔法の一つもかけてくれないじゃないか。何もできないじゃないか。何もできない。そうだよ。なんでそんな連中の国を守ってなんかやらなくちゃならなかったんだよ。何もできない。そうだ、何もできないんだ。私、スタカット村でもマルカートの町でも王妃様にも。姫を守るのですよ。私はいつも見ているだけ。本物のお姫様だったらこんなことにならなかったのに。僕は知らないからね。お前なんか、お前なんか誰が守ってやるもんか。なんで守ってやんなくちゃならないんだよ。こんなんじゃ父上がかわいそうすぎるよ。父上。そうだ、父上はどうしたの。お城が壊れちゃって、あの中に。トロン、僕が行った時にはもう。それじゃ。違う違う。でもあの時にいたのは僕とハーメルだけ。ハーメル。違う、俺じゃない。あの時、あそこには。そうだよ。俺は見たんだ、あいつを。皆殺しのアンセムの犯人を、僕の父さんと母さんを殺した、あの悪魔を。三本角の悪魔を。まずい。もし皆がバラバラのままで敵に襲われたら。魔族。成敗してやる。僕がこの剣で父上の仇を、母上の仇を、ダルセーノの国に変わって。今の話面白く聞かせていただきましたぞ。わしをフィーネに閉じ込めおったシュリンクス王を倒すとは、さすが我らの探し求めるのか。何のことだ。おたわのね。さて、そうと決まれば他の者に用はない。そうか、こやつ、その背中の鋭い針を自由自在に操り敵を倒す巨大なハリネズミモンスター、西の番人、マウスピース。オーボー、このモンスターを知ってるの。さよう。これがわしの正体。この山一つがわしの体。お主らはわしの背中の上にいるのよ。
直接攻撃しかない。トロン、後輩よ、父上、母上、あい、痛いよ、痛くて立てないよ、タロン、死ね、タロン、フレーター、タロン、ライエル、母ちゃん、僕一つだけ聞いておきたいことがあったんだ。前から不思議に思ってたんだ。どうやって君があのアンセムを生き延びたか、どうして僕はあの悪魔に殺されなかったのか。答えは一つしかないんだ。それはね、あの悪魔が僕を見逃してくれたんだ。見逃してくれたんだ。違う、俺じゃないんだ。そうだよね。だってハーちゃんの角は一本なんだもん。ハーちゃんの角は一本。ライエル、ライエル、ダルセーニョの王子、貴様も両親同様惨めな最後にしてやろう。いかん、さあ、治療魔法、これこそソルツエンド王家の慈愛の辻の証。これは魔曲、仕方があるまい、ここはおとなしくしていただく。力がみなぎってくる、この手に、この剣に。トロンよ、さあ立ち上がれ、そしてダルセーニョ王の使命を果たせ。お前こそこれからのダルセーニョと、ダルセーニョの人々を守り背負ってゆく者。ダルセーニョを守る、この僕が。そうですよ、あなたは私たちの子、ダルセーニョの王子だから。大丈夫、立派に戦うことができるはず。強く、優しく、勇気を持って。トラン、学派の巨匠を進めたのが、祖国の独立を願う人々を勇気づけ、力づけるために作曲した国民音楽、我が祖国よりモルダウ。今じゃ奴を倒すのはトロン、お前の剣じゃ。よし、父上、母上、見ていてください。僕だってハーメルやライエルのように勇気を持って、これが僕の。ホルン様、いかがなさいました？なんと喜ばしい、今5つの希望が揃い輝きました。では最後の一人と。
それはすぐにでもわかるでしょう。それよりも大事なことは、彼らが本当の輝きを持つのはこれから。そう、今はまだその輝きは弱いものです。時には助け合い、時には傷つけ合い、疑い、信じ、やがて勇気を持って成長していく生まれたばかりの希望の星なのです。ストルゼンド防衛魔法陣、反応起動を始めました。戦国の絶望。まさか原理をドラム。サイザー、翼を持つ者たち、妖法軍の長、人にあらず魔にあらず、赤き血の翼を持つ堕天使、その頬を流れるものは雨か血か、いや、おそらくは一筋の涙。大魔王の血と肉を受け継ぐ者、頼むぞ。大丈夫よ、ほら、バイ。ついに運命の時は
少年と少女の前にその姿を現し、全ての未来を二人に託して、大人たちはその役目を終えた。私の可愛いフルートなあ、良いではないか。たとえ自分の正体が何であっても、そんなことでここの暮らしが嘘になってしまうわけではない。あの暑い夏の日差しも、冬の暖炉の暖かさも、春の小川のせせらぎも、わしらが過ごした日々に間違いはない。そう、確かに二つの大いなる希望が今旅立ちましたと。まだ見ぬ祖国へと旅する少女にとって、そしてまだ見ぬ母を、本当の自分を探し求める少年にとって、それは知らぬ間に背負わされた身に覚えのない栄光。仲間との出会いの喜びは、辛い過去によって、迫り来る新たな憎しみによって、その半分を悲しみへと変える。まさか君が生きていたなんて。母ちゃん、本当に母ちゃんなんだね。試練は容赦なく少年たちを襲い、ついに洞穀は戦いの剣の音に遮られ、母へ届くことはない。皆殺しのアンセムの犯人、僕の父さんと母さんを殺したあの悪魔を、三本角の悪魔を。はかりよったな、貴様やはり魔族か。俺が魔族。みんなに勇気をくれたあの演奏、さすがだったよ。まだ父上のこと納得したわけじゃないからな。どうして急にあんなことができたの？それはまさしくスフォルツェンド王家の血筋。これからその地はもっと目覚めていくだろう。そしてわしらにとってかけがえのないものになっていくはず。スフォルツェンド対魔族最高防衛機能発動。都市全土に警告です。戦国の絶望に備えよと。何？源流ドラン、こいつが魔界軍軍王の一人。もちろん後継者を探すためよ。後継者？知らばっくれてんじゃねえよ。ケストラー様だよ。我らが偉大なる魔族の大魔王ケストラー様の後継者だよ。ベース様、ただいまフィーネ山中でドラム様が。
ベー様がお怒りだ。これはただでは済みませんよ。いくらドラム様でも。ギータ。直ちに連れて帰ります。ドラム様を。その必要はない。放っておいてもヤツが何とかするだろう。ヤツとおっしゃいますと？それよりもお前にやってもらいたいことがある。さすがはベイ様。これは面白くなってきましたよ。さあ一匹ずつ食べさせてもらうぜ。誰が後継者かよ。まずはてめえからか。ハメ、フルート連れて先に逃げろ。いざとなったら一人でもいい。スフォルツェンドへフルートちゃんを送り届けるんだ。スフォルツェンドへ。それがお前の役目だろ。頼む、姫様の護衛を頼む。俺の役目。早く行け、ハーメル。出てきやがれ。どこへ行きやがった。出てきやがれってんだい。オーバー。耐えろハーメル。ライエルの言う通り、ここはソウル全土へフルート。俺の聞きたいのはそんなことじゃない。知ってるんだろ、さっきの後継者のこと。ハーメン、答えてくれ。オーブ、もしかして関係があるんじゃないのか、俺のこの角と。フルート、フルート、静かに。ドラムが来たわ。軍王よ、軍王が来たのよ。私たちを殺しに。ハーメル、フルート、やめろ。ハーメル、後継者って、ハーメル、ねえ、ハーメル。いや、私もう嫌。帰ろう、スタカット村へ帰ろう。フルート、声を出す。いいか、わしが外の様子を見てくる。それまでにフルート。帰るの、スタカット村へ。フルート、頼む、おとなしくしてくれ。ライエル、大丈夫か。ライエル、ああ、僕の白鳥が守ってくれたから、なんとか。それでドラムはどうした。しまった！
静かに。コルネット、ここはお前に任せる。はい、お兄様。行くぜ。待て。エースの言うこともまんざろう。ん？だろう。回復魔法、そいつは。そうか、こいつがスフォルツェンダの小娘か。だったら話は別だ。15年前の結界の恨みを晴らしてやる。行け！バカは困る。殺してしまってどうする。なんだと。あれは、笛の音。見える、見えるぞ。あれは精霊。これはどうなっちまった。動かねえ、動かねえぞ。それじゃあこれは魔曲。その通り、ワルキューレ機構曲。サイザー、てめえの仕業か。サイザー、動くな。動くとこの首ポロリと落ちる。貴様。第三の魔曲使い、それが妖皇王サイザー。見ろこの角。もしこいつが我々の探し求めるお方、つまりは大魔王ケストラー様の後継者だったらどうするつもりだ。だがな、こいつはおめえ俺の可愛いチリをやりやがったんだぜ。仕掛けたのはお前だろ。なあ、試してみてからでも殺すのは遅くない。生きている。
こんな奴が後継者だ。力はあまりにも弱々しく、威厳など欠片もない。先ほどの地竜を倒した力はどうした？それはあなたの二つの道。母さん。母さん。その言葉そっくり返す。バカめ、そこまで。ヒートてめえ何しに？ドラム様にご伝言を伝えに参ったのです。そう、ベース様のね。スタカット村よりの長旅、ご苦労様でした。フルート姫様、ご安心ください。これはあなた様をお守りする兵士たち、すなわちスフォルツェンド魔法兵団。旅の終わり。やたらに近づいてはなりませんぞ。何せこやつ大魔王の血と肉を受け継ぐものですからな。
帰り来た旅人を過酷にもてなし、旅人はふるさとを嫌悪する。しかし傷ついた少女の開墾はいともたやすく定款へと変わり、二つの道はようやくその姿を少年の前に現す。少年は何かを思い出したかに見えた。お迎えに参りました、魔界のプリンスハーメル様。ケストラーの血と肉を受け継ぐ者、その言葉とともに少年と少女の旅は終わり、ふるさとはその姿を少女の前に現す。その懐かしくも悲しき町の名は栄光のスホルツェンド公国。私の生まれた国。やっぱりみんな不安がってるわ。無理ないわ。第一、こんな日に突然のご帰還なんて普通じゃないもの。言葉が過ぎるぞ、コル。あ、はい。でも本物の姫様があんなものと一緒にスタカットから来るなんて考えられない。着いたぞ、レシ君じいさん。あんたの言ってた旅の終着点だ。でも本当にここでよかったのか、じいさん。
何？ベースの伝言？はい、ドラム様。そいつはいい。何を考えているのかは知らんが、あいつを待っている運命が変わるわけではない。さあ姫、こちらへ。ハーメルは？ハーメルはどこ？私ハーメルと一緒じゃなきゃ嫌。さあ姫様。ハーメルは？ハーメルは？姫、ハーメルはどこなの？姫様、お待ちなさい。姫様、この人がこの国の女王ホルン様。ホルン様！ホルン様！ホルン様！お久しぶりですね、王子。ようこそスフォルツェンドへ、ダルセーニョの王子、トロン。ホルン様、僕の父上が、母上が。あの強がりのトロンが。あれが私のお母さん。ホルン様、誰か王子を別室へ。旅芸人のライエルとやら、長い護衛の旅ご苦労であった。褒美は好きに申すがよい。あの、そんなことよりも聞きたいことが。ハーメルは？ですが、その前に確かめなければならないことが。え？背中を。確かに王家の印、間違いございません。オルン様。もうよい。確かに私の娘フルートです。はっ。ではこれより。待ってください。これはどういうことですか？慎まんか。お前などが許しもなく口を聞いてよいお方ではない。それにハーメルのことならこれからゆっくり教えてやるところだよ。ホルン様、用意は整ってございます。さあ、大魔王ケストラーの血と肉を受け継ぐ者はあそこに。
お前は。俺をここから出せ。フルートたちはどうした。ふん、ハーメルトやる。そんなことを気にしている暇はないぞ。何？お前は今から奴と戦うのだ。そこには魔法の電流が流れている。無駄はやめたまえ。では裁判を始めよう。魔族の血を引くお前の正体を知るためのな。おとなしくしていてもらおう。やめて、やめさせて。ジョー様、やめてください。どうしてこんなことを。お願い。いえ、これは大切なこと。もしあの魔物を殺すことができれば、それは私たち人間の証。でも、もし殺すことができなければ。そんなバカなことを。それは己が魔族の仲間だというのも同じ。お願い、やめて。ただで戦えとは言わん。教えてやってもよいぞ。お前の母の話よ。罪深きパンドラの箱の物語よ。罪深きパンドラの箱の物語よな。何もかもあのパンドラの箱のため。え、母ちゃんの、母さんの名前を持つ箱。パンドラの箱。その昔、魔族が地上を支配した時代、人々は終わりなき悲しみと不幸の奈落へと突き落とされていた。空は絶望の重さをたたえて垂れ込め、海は漆黒にうねって悲劇を映し出す。そこは人間にとっては暗黒の世界だが、神はその御手をかざし、人間を救おうとなされた。それは神の大いなる気まぐれだったやもしれぬ。光はその中に全ての魔族を封じ、一個の箱となって地上へと降ろされた。そう、あるいは新たなる修羅のためにか。そんな本当かどうかもわからない大昔の話に何の関係がある。いいか、今の話の通りなら、なぜこの現在人間界に魔族がはびこり、再び人間を苦しめている。それはな、ある女がその箱を開けてしまったからなのだ。そう、箱は開かれ、邪悪な者どもは再びこの世界に飛び散ったのだ。それ以来、箱はその忌まわしき女の名を取り、パンドラの箱と呼ばれるようになったのだ。そう、それがお前の母の名。
もういいだろう、パーカス。フラリー殿ですが、ハーメル！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 起きなさい。ホルン様だ。このスフォルツェンド公国の女王、フルートのお母さんだ。母さん。ハーメルとやら、あなたには自分の母の所業を償う義務があります。そう、そしてそのあなたの義務は二つの道によって償われる。なぜ、なぜあんたがその言葉を知ってる。なぜあんたがその言葉を知っている。女王陛下に無礼は許さん。あんた、その言葉の意味を知っているのか。なあ、知っているなら教えてくれ、頼む。パンドラはこう言いました。この子には二つの道がある。一つは人間である私の子としての道、そしてもう一つは魔族の子、それもケストラーの血と肉を受け継ぐ大魔王の後継者としての道。連れてくるた準備がいいぜ。そりゃもうドラム様には頑張ってもらわなきゃなりませんからね。任せとけって。あんなスフォルツェンドの一つや二つ、このわしの手にかかればひとひねりよ。頼もしいお言葉。その数ざっと10万。空を覆う大軍、ついに来るか。それとどうした、まだ何かあるのか。はっ、できればホルン様に直接。うん、よい、聞こう。人間か魔族か、追って沙汰あるまで城の外にて待て。これ以降フルート様に近づくこと相ならん。
あなたにも聞こえましたね。はい。後継者様、仲間と共にパンドラ様がお待ちです。同じ手は二度とは通じぬ。ですが。待ってよ、ハーちゃん。どこへ行くのさ。さあな。こんな角の生えた俺に行くところなんかない。いえいえ、そんなことはありませんよ。お迎えに参りました。魔界のプリンス、ハーメル様。迎えに。はい、一同の者待ちかねております。後継者様のご帰還を。長寿を聞いた。やめろ、ハーメル。俺はどちらが自分の道か知りたいだけだ。やめろ、ハーメル。少年は友の元を去り、少女は一人壁を背に立ち尽くす。そして娘への過酷な仕打ちをまるで自分へのそれであるかのように母は遠くを見た。後に第二次スフォルツェント大戦と呼ばれた戦いはこうして始まる。全ての力ある者は我に従え。
ンドラの箱。その箱は再びその蓋を開いた女の名を取り、そう呼ばれた。パンドラ、それは大魔王の血と肉を受け継ぐ者の母の名。それはハーメルの懐かしき母の名。どうしてこんなところに来ちゃったんだろう。村にいたかった。お姫様なんかじゃなくて、ただの。急ぎ、魔族どもの襲撃は明日。全軍魔法シフトレベルアルファ、これより24時間戦闘態勢だ。はっ。世界のために、スホルンセントのために、ホルン女王様のために。水と食料だ。いざとなったらお前にも働いてもらう。帰ってくる。そう思っているのか。真実の鏡。これに心から願えば真実が見えるという。覗いてみるか、あいつの過去、それとも未来か。そうか。大神官様、大神官クラリー様。なんだ。大変であります。トロン様とコルネット様が。ガイエル、その鏡しばし預ける。ハンメルの本心を確かめるためと。バカな。ここまで来ちゃったらもう引き返さないよ。確かに。でも先へも進めそうにない。そんなことはないさ。ダルセーニは世の国だぞ。抜け道ならいくらでも。でもあの男のことなら、確かに魔族についていったって。それが本当なら、世が切り捨てる。父と母の仇として。最初はそう思ってたんだ。でもね、あのフィーネで戦った時のあいつのバイオリンを思い出すと、何か違うって気がするんだ。変よ。え？みんなどうしてあんな魔族のことを心配するの？フルート姫まで部屋に閉じこもったまま。冗談じゃないわ。あのさ、気になってたんだけど、どうして君は。そうよ、大嫌いなのよ、フルート姫なんて。腹が立つだけよ。私にもおじいさんがいたの。レシクっていう。15年前の大戦でね、兄さんと生まれたばかりの私を残して両親は死んでしまったわ。でもね、本当だったら私たちを育ててくれるはずのたった一人のおじいさんはスタカット村へ行ったわ。あの子を育てるために私たちを残して。なぜだと思う？あの村はね、王家の跡継ぎを育てるための村なの。国民の心が分かるようにって、普通の人のように育てるのよ。強く正しい心を身につけるため。レシコおじいさんがいつも帰ってくるたびに、ホルン様に姫様のことを報告していたのを覚えてる。
一人のおじいさんは私たちのものじゃなかったわ。そう、すべては来るべき魔族との戦いのため。なのに大魔王の子のことばかり心配して、こんなんじゃ村人は何のために犠牲になったのかわからない。何のためにおじいさんを取られたのかわからない。そうよ、世界を守るお姫様なのに。許せない。ただの女の子になって帰ってくるなんて許せない。よろしいのでしょうか、ハーメル。そして何よりフルート様のこと。よい。ですが、もしもこのまま5つの希望が。もっともです。ですがあの子たちがそうであるように、私たちにももう戻る道はないのです。ダルセーニョ方面に砲力爆発反応。何？ただいまスクリーン調整中。出ます。これはコルネット様の衝撃弾かと。コルネット、ここが見つかるなんて。見つかったんじゃないわ、待ち伏せよ。まことコルネットの衝撃弾か。はっ、急ぎ殿様の救出に。もう遅い。夜明け、すぐ戦いが始まる。全軍に伝えよ、これより我らスコルセンド魔法兵団は敵魔界軍との戦いに挑む。奴らの狙いはパンドラの箱、そしてこの対戦にて15年前の決着をつける。皆の者心して挑め。3度目の不幸はなきように。初めてです。これほど日の出を見たくないと思った朝は。奴らには勇姿は見せねえ。俺が皆殺しにしてやるからな。
そうかな。だが夕日を見れないのはお前かもしれんぞ。何？お前も気をつけろ。思想が出ている。やろう。これでも食らえ。さあ、幕が切って落とされた。戦いの始まりだ。イエー、今もあいつに始まっちまった。知らせなくちゃ。早くみんなに知らせなくちゃ。逃げるのよ。帰り着いた方が今見たことを知らせる。いいわね。わかった。知らせなくちゃ。いかがかな。魔法国家最高防衛魔法、このバリアそう簡単には突破させん。なかなかのものですね。面白いじゃねえか。面白いじゃねえか。それほどのものか。この俺様が見てやるぜ。バカ。原理をドラム。そんなバカな。バリアの出力ギリギリで保っております。パーカス、バリアを下ろす。クラーリー様、今なんと。バリアを下ろす。ですが、一度バリアを下ろせば再び張る前に真っ先に防衛塔は破壊されることになりますぞ。トロン王子は何としても助けねばならぬ。それにな、パーカス、残念だが我が国のバリアはもうそんなに長くは持たん。
源流王ドラム。なんだてめえは。俺の名はスポルツェンド第58代大神官クラーリー・ネッド。お前に1対1の戦いを申し入れる。何？その方がお互い早くことが終わっていいだろう。それともいつまでもそこでバリアとじゃれ合っているつもりか。面白いじゃねえか。100万年笑わせてくれるぜ。いいな、パーカス。俺の合図を待て。承知しました。ですか。ジ・アーディス・コーターシス。いいですね。バリアが降りたその時にあのバリアの塔を狙いなさい。全ての力ある者は我に従え。我が意志の赴くままに。今だ！バリア解除！なんとか生きているみたいですね。これは。シンフォニストグスタフ・マーラーが人間の本質的苦悩と運命を描いた名曲、第六交響曲、悲劇的。ハーメルが、ハーメルが魔族のために弾いてるのね。聞くだけでどんどん疲
が湧いてくるぜ。人間どもを地獄のどん底に落とすための力がな。さあ引いてくんな。もっと盛大に言おう。大魔王の後継者様よ。釣られた人形か、否断じて否。ああ、はめる。これだ、これなんだ。俺の待っていたのは。その曲を奏で、少女は少年のためにその頬を濡らした。天輪そして人々は絶望し、身じろぎもせず最後の時を待った。
こりゃすごい。一時はどうなることかと思ったが、さすが我らが後継者様。魔族たちが生き返った。ヒルラ、魔法じゃ、狙わんでもいい、打ちまくれ。そんなことをしていいんですか。何、この気の強いお嬢さんの命、あなた方次第なんですがね。コルネット様。私のせい、私がもっとしっかりしていたら。マーラーの交響曲第6番、人間の悲劇的運命を描いた曲じゃ。じゃ、マーラーの音楽はこうも言われておる。善と悪とが互いに格闘し合う力を見た。内的調和へ向かって苦闘する一人の男を見た。一つの個性、一つのドラム、決して妥協しない誠実さを見た。奴の心は今揺れておるのだ。人と魔の狭間で。人間はこうなると手出しができないものでしてね。おや、やめちゃうんですか。手伝いよ。約束した覚えはない。それに今俺がここにいるのは魔族というものを見せてもらうためだ。そして人間も。お兄様、攻撃を。兄弟の情に迷うお兄様などいらぬ。黙れ。おお、さあやろうじゃねえか。おめえの言う通りの一対一ってやつを。それともおじけづいたのかい。大神官様よ。クラーリー様、おやめください。クラーリー様、みんな急げ。我々も戦うぞ。どうした。この場を下がれ。融合を急げ。一対一はそちらからの申し出のはず。ならば手出しは無用。は、母ちゃん。その者の言う通りである。この勝負、総大将同士の対決で決着することとする。よって敵味方何人たりといえども手出しは無用。我ら敗れることがあっても悔いはない。話がわかるじゃねえか。魔界軍もそういないな。ハーメル、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 どうして、どうしてそんなところにいるのよ。ハーメル、お願い帰ってきてよ。謝るから。もう二度と魔族なんて呼ばせないから。見ているのです。ただじっと見ているのです。たとえ何が起ころうとも。それが王家の者の務め。あ、この打ち鳴らしが。ほう、これは奇怪な。死ぬ気なんだお兄様。
さっき言ったわね。魔族とは人間とは何なのか見ているって。じゃあ見るがいいわ。お兄様の戦いを、人間の戦いを。これは戦士が最後の戦いに挑むとき、死の決意を誓うためのもの。死の決意。くっ、何の真似だ。俺様に勝てるようにと神頼みか。砲力を投げる攻撃が通じない以上、砲力を直接叩き込むという魔法剣流星大砲はあるのみ。さすがは大神官、攻撃呪文に関してはスウォルツェンドに並ぶものなし。どうも、我がスウォルツェンド国家の魔法とはクラーリー殿のような攻撃系、次に私が統括する現実系、そしてただ一人の使い手ホルン様の回復魔王に分かれる。その一端の最高実写が相手となれば、いくら魔界軍王とはいえ、なんと腹だけ狂って、はぁ、おめえ強えな。強えじゃねえかよ。だがな、そんなんで俺に勝てると思うなよ、この息子らは。クラーリー殿。パーカスさん、僕と取引しませんか。なんだと。あのコルネットって子を助けたいでしょう。僕の魔曲とあなたの現実があれば。これクラーリーに返しておいてくれないか。やっぱり僕には必要ないってね。そうだよ、これは僕の責任だ。あの時僕さえもっとハメを。どうしてだ。どうしてみんな自ら死を選ぶ。レシク長老、スタカット村のみんな、そしてシュリンクス王と王妃。微笑みを見るためよ。だってお兄様いつも言ってる、俺はもう一度ホルン様の微笑む顔が見たい、だから戦うんだって。ホルン笑顔。気づかなかった。だが確かにあの日からなんだ。ホルン様から笑顔が消えたのは。そしてもう無理です。ネットの二人はもう手遅れでございます。せめて
この子たちは私が。オルン様は俺たち兄弟を実の子のように育ててくれた。でもあの時に思った。もう二度とホルン様は微笑むことはないのかもしれぬと。だから俺はこの戦いに勝つ。そうしたらもう一度見られるかもしれない。あの、オルン様の微笑みを。来い遠慮を。フォルツェンドは俺が守る。微笑み、そんなものに命を懸けることができるのか。そうよ、信じる者のためになら、たとえ自分が操り人形のように思いようと。心から運命に身を任せ。いつかそんな言葉を聞いた気がするなあ。俺も命を懸ければわかるんだろうか、二つの道が。どうしました。報告します。敵一個小隊が人質奪回に潜入した模様。守りを固めろ。貴様ら一体何を。おう、不思議な匂いがする。パーカス、取引はここまで。後は式にしろ。ああ、十分です。チョコマガト。まだまだ甘いですね。好きだらけですよ。ハーちゃん、俺はここから動かない。俺はただ知りたいだけだ。二つの道のどちらが。ハーちゃん、だから無駄はよしなさいって言ってるでしょ。ほら、あちらもそろそろ諦め時のようですな。散々手こずらせやがって。だいぶ足元がふらついてるぜ。何がおかしい。おかしいと思う。源流軍の王がこれほどバカだと。この虫けらが。地獄へ帰れ、源流をドラム。私は残念だったな。外したかい、最後の一撃もよ。そうだ、今ので終わりだ。なんだと。なんだ、足が動かねえ。偉大なる大地の女神ガイアよ、我が声に応え、古の力を示せ。なんじゃこりゃ。あの呪文は。魔法陣がいつの間に。そうか、お兄様戦いながらこれを書いてたんだわ。ちアーディスコーターシス、大いなる力。想像を持ちてアラムの土地へ帰れ。近い。源流をドラム様が。総員退却。
これこそ魔族を闇へと葬り去る封印呪文。そんなじゃあハーメルは人か魔か、今こそかの者にハーメルに誠の審判の下される時。ダメよそんなこと。お願い逃げてハーメル。ハーメル、ハーちゃん何してるんだ早く。いやだ、これだ、これなんだ。俺の待っていたのは全ての魔族を吸い込むこの力。もし俺が人間だったら、あの魔法は俺には何の影響も与えないはずだ。だがもし魔族だったら。ダメだよそんなこと言わないでよ、母ちゃん。俺は知りたいんだ、今しかないんだ。この角は何なのか、俺の正体は何なのか。それを教えてくれるのはあの渦なんだ。あの渦にこの体を、大魔王の血と肉と裁きに変えてる。それしかないんだ。やめろ人間、人間助けて。終わった。恐ろしい人竜軍が全滅。やった、クラリー様が勝った。クラリー様が勝ったぞ。これでホルン様の、あの微笑みが。
心より願え真実の時を縁と心より誓えいかなる真実であろうと決して目を背けることはないと遥かなる歳月の後全てはよみがえり少女は今真実の母を見るかホルン様まさかあなたは